オーディ。もしもーし、もしもし。お耳はこっちに傾けてね。約束ね。稲葉ハネルの独占タイム。どうも、 VTuber の稲葉ハネルです。アプリオーディから配信中、稲葉ハネルの独占タイム。番組ハッシュタグ独占タイムでの感想や実況もお願いいたします。4月に入りましたね。新年度か。なんかもうこんな仕事してると4月だからってなんか変わることなんもないんですけどね。むしろ3月の自分のお誕生日でなんかイベントとかそういうのが終わってちょっとゆっくりできるかな。あ、でもそろそろ6月の周年とかの準備も始めないとなぐらいなのが毎年ですね。まあそうですね、4月といえばもう私の彼氏がお誕生日なんですよ。ん？誰？ポンポンプリンくんですけど、4月16日お誕生日なんですよ。ちなみにリュウシェンも4月16日お誕生日なんですけど、あの1日1リュウシェンにしときました今はい。ね、この時期は塾講師時代忙しかったってよく聞かれるんですけど、私メインはやっぱりプロ家庭教師の小学生が中学校を受験するやつだったので2月がピークなんですよね。なんで4月は一番楽でしたね。3月4月は旅行とか行ったりとかね、楽な時期でしたね。そして今回も前回に引き続き3月25日に行われましたインヌモノオフ会絶対ガチ恋宣言 in サンリオピューロランドのイベントの感想のメールを読んでいこうと思います。まだまだたくさん来てるんでね、ちょっと読み切れないレベルでいっぱいあるんですよ。なんで、でもできるだけ読みたいんでね、もし今回紹介できなくても全部読んで全部しっかり心に留めておりますのでご安心ください。よし、じゃあ読んでいこうかな。5つ目、大阪府ラジオネーム和辻あきさん。ねるちゃんこんにちは。約3年ぶりとなる現地ありのソロイベント、インヌモノオフ会、お疲れ様でした。僕もこのイベントを前回同様すごく楽しませてもらいました。ミニライブではもちろんどの曲もとても良かったのですが、個人的には好きやねえの歌声やダンスが一番響きました。振り返り配信でも特にボイトレで力を入れてもらったと話していて、ねるちゃんの頑張りを目で、耳で、肌で感じることができたんだと一層感動しました。ファンミーティングではいつもの配信のような掛け合いが目の前で行われたり、握手会では待機中に漏れ出てくるねるちゃんの声から今誰と話しているのかがバレたりとまさにねるちゃんしかできない面白ポイントがたくさん詰まった素敵なイベントだったなと思います。普段の配信からも、そして今回のような特別な時間からもたくさんの笑顔をくれるねるちゃんに感謝が絶えません。ありがとうございます。これからもしていくよということでありがとうございます。いや、感謝を歌えません、笑顔をくれるってのはもうこちらこそですけどね。いや、私本当にみんながいる時以外であんまり笑うこともないので本当にね、みんなにはねありがとうという気持ちでいっぱいですが、確かに私の握手会でみんなにね私の声は聞こえてたらしいんですよね、待機中の皆さんに。で、それを今回私の知り合いとかもね来てくださったんですけど、みんなが言うのがイベント本編よりも握手会の時の私の聞こえてくる声が面白かったってみんなに言われるんですけどそんな面白かった、私普通にしてるつもりだったんだけど、そんなことないのかな。そう、なんかね例えば昔から推してくれてる漫画家の先生、黒瀬先生とかね、いらっしゃった時は、黒瀬先生じゃないっすかみたいなこと言ったら、もう後ろでもう爆笑してる方がもういっぱいいたりとか、なんでみんな笑ってんのみたいな。とか、秋葉原のね、お土産ショップのザーキバが来た時とかね、お、ザーキバじゃんとか言ってたら、もうみんなもう爆笑してるし、なんで笑ってんのみたいな。とか、あとはなんか、私以外のね、うちわを、ナナシフェスの時に持っていたやつが来た時に、お前なんか私以外のうちは持ってただろうみたいな話をしたら、その時も後ろで爆笑が起きてたりして、みんなめっちゃ聞こえてるじゃんと思ってさで、だからファンの方の声は聞こえてなかったでいいのかな、ね、なんかそっちも聞こえてんのかと思ってたんですけど、そういうわけではないみたいね。そ
そうなんですよね。なんで途中から、いやこれあんまりなんかその人についてなんかいろいろ言うとみんな聞いてるから問題起きちゃうかなと心配しつつも何にも容赦なく話しました。楽しかったね。またやりたいな。そう、好きとねえはね、かなりボイトレで頑張りましたよ。ありがとうございました。じゃあ続いて、埼玉県ラジオネームひでさん。可愛すぎるプリンくんとバツマルくんとのサンリオさんの曲と年齢層高めの私たちに助かる夏メロの選曲のねるちゃんの歌声で癒されたライブパートと笑いっぱなしだったファンミーティングパートと、時間が過ぎるのがあっという間でした。謎解きも難易度が絶妙で、ライブ前と握手会までの時間ピューロランドを回るのが楽しかったです。握手会では本当にねるちゃんはクミンのことを一人一人覚えており、びっくりしたと同時に会場での待ち時間も楽しく過ごさせてもらい、私自身の番でもねるちゃんを前に頭真っ白になった私に対して優しくリードしながら話をしてくれ、そのファンサ力に感動しっぱなしでした。それで結構遅めだったもんね、あなたね。だから待ち時間ね、長かったから大丈夫かなと思ったけど、結構なんかさっきみたいにね、声聞こえてたなら大丈夫だったのかな前回も参加させていただきましたが、今回のインのモノオフ会もファンファースト、ファン目線でイベントを観戦していただき、七神君へ並びにサンリオピューロランドさんには感謝してもしきれません。そして何よりねるちゃん自身がイベント後のゲリラ配信で楽しかったと喜んでいたのがとても印象的で嬉しかったです。そうなんですよ、楽しかったっていうか物足りなかったんでね、ぶっちゃけね。ぶっちゃけなんか、いやもうこんな時間にもう終わりみたいな。普段さ、歌い上とか誘い寝るときってさ、夕方ぐらいから開始して夜に終わるじゃん。だからあんまか7時とかさ、確かに握手会全部あと7時半ぐらいなんだけど、もう終わりみたいな。家帰ったらなんかまだ9時にもなってなくて、こんな時間みたいな。まだ全然行けたんだけどみたいな。まあピューロランドのね閉館時間過ぎちゃうから無理なんですけど、そう、なんか物足りなかった。だからゲリラ配信しちゃおうと思ったんですけど、今日スタジオ来たらスタッフのお姉さんに、あの後配信してたからびっくりしましたって言われてでも全然疲れてなかったからね。でもさすがにね、睡眠不足がやばくて、先生とみんなへのプレゼントを夜鍋して作ってたら1時間しか眠れなかったんですよね。なんで帰りのタクシーは爆睡したし、そう、家でも結構寝落ちしていました。犬を抱っこしながら。犬があったかいのが悪いんだよな。でもほんと楽しんでくれてよかったです。ありがとうございます。続いて、長野県ラジオネームジラタさん。ねるちゃんイベントお疲れ様でした。当日は見ることに集中してたので、アーカイブでセットリストや歌詞を考察するのも楽しいです。どの歌も良かったですが、オリジナル曲ということで思い入れがあるせいか独占予報が一番良かったです。プリンクとバツマルくんの位置を間違えていたところではバツマルくんがえーって反応していて面白かったです。今回は都合がつかず配信での参加となりすみません。次はぜひ現地参加したいです。これからも応援してます。ありがとう。そう、今回はね、配信の方で参加してくれる方もたくさんいらっしゃいまして、現地の方とは違って配信だと声が出せるじゃん。声というか文字が書けるじゃん。そう、現地の皆さんはやっぱね、今回声出し不可のイベントだったので、あまり反応がね、漏れ出るクスクスぐらいしか分かんなかったんですけど、配信の方のコメントすごい盛り上がっていて、曲のコールもすごいいろんなことね言ってくれてましたし、私が変なこと言ったりした時とかもすごいコメントが盛り上がってくれてて嬉しかったですね。そうなのよ、そうなの。プリンくんとバツマルくんの位置間違えたのよ、ラッキーハッピーの時に。もうあれさ、リハ完璧だったから気抜いてたわ。そうじゃんってなって、途中でうわ、バツマルくんこっちじゃん、こっちプリンくんじゃんって途中でなって、しかもあれ感動の告白のシーンだったのにさ、いやー、やっちゃったね。でもって困ってるバツマルくんめっちゃ可愛かったよねめっちゃ面白かったよね、あれね。いやー、プリンくんとバツマルくんも本当にどっちと結婚するか未だに悩んでます。まだ決めてない、どっちと結婚するか悩むね。どっちも愛してる。ありがとうございました。じゃあ続いて、神奈川県ラジオネームダイヤケイさん。インのモノオフ会すごく楽しかったです。歌もすごく上手かったし、何よりダンスがすごくてびっくりしました。
これダンスね良かったってみんなに言われるんだけど、あの箱の中入っててさ、あんまりなんか前後左右の動きができなかったじゃん。だからうまいことごまかされてたんだと思うよ。わかんない、あんま練習したけどね。3年前も現地組だったので当時の光景が思い出されて、平均台も登れず反復横跳びもできないねるちゃんがこんなにダンス上手になってと少し泣きそうになりました。また謎解きもとても良かったです。ところで握手会の時にねるちゃんがツイッターでなんかおしゃれな人多くない?と言っていましたよね。私も言われた一人で嬉しくて動揺してしまったのですが、後でよくよく考えてみたら、あの時着ていた黄色のジャケットはお気に入りで数年着ているんですが、変な服を着てますねとしか言われたことがないのです。え?あれ?さすがねるちゃん、オタクを褒めてイベントタイトル通りガチ恋を盤石にしようとする作戦なんですよね。よ、褒め上手。それともまさかねるちゃんのセンスが変、そんなことないですよね。え?マジ?いや覚えてる、君のあの服覚えてる、なんか変わったジャケット、え?あれめっちゃいいじゃん、なんでよ。あれ?変な服なのあれ。なんかね、いろんな人に言われるけど、もしかして私の服の趣味悪い?え?今回イベントの後とかイベント中とかにもうみんなの服結構褒めたね。なんかみんなおしゃれでさ、シャレついたやつ多かったから、なんだよみんなめっちゃシャレてんじゃんってこういろんなとこで言ったんだけど、え?もしかしてみんなダサいの?え、まさかみんなダサいの?本当は私のセンスが悪いだけで、別にお前たちはおしゃれではないのか?そんなことないと思うけどな。でもみんなあのちゃんと小綺麗にしてきてくれたなとは思ってますけど、私はそんなことなかったのかな。ちょっとこれ審議になってしまったね。ちょっとこれみんなあの独占タイムのハッシュタグでつぶやいて、これは本当にみんなが小綺麗でおしゃれだったのか、それともハネルのセンスが悪すぎてそう思ってるだけなのか、これちゃんとつぶやいておいて、ちょっと後で見るから。ありがとうございました。というわけでメールありがとうございました。いやー、まだまだ読み切れません。もう本当にまだなんか倍以上ある、もっとあるね、うん、全然読み切れてませんが、ぜひ皆さんあの感想ね、ハッシュタグでもつぶやいておいてください。それでは稲葉ハネルの独占タイムを募集しているコーナーいっぱいあります。あなたの貧乏カルピスでは、あなたがこれまでに経験した貧乏の話を送ってください。玉天お悩み575では、あなたのお悩みを575で送ってください。私がその悩みに続く77で解決方法をお答えします。すべてのメッセージはオーディの番組ページにあるメッセージフォームと書かれた青いボタンをタップして送ってください。最後に私からお知らせです。4月30日日曜日、 VTuber フェスジャパン2023に出演が決定しました。場所はニコニコ超会議幕張メッセ特設ステージ。去年も出たよねこれね。7シンクからは稲葉ハネル、龍ヶ崎凛、鈴見ネモが出演予定です。チケットはそのうち販売され、もう販売されているかもしれません、わかりません、なんかうまいことやってください。さて次回オーディでの配信は4月14日夕方6時からです。お楽しみに。この後はオーディプレミアムで配信している独占タイム稲葉の物置小屋でお会いしましょう。オーディープレミアム限定でメッセージ採用された方の中から毎回1名様に直筆の筆文字色紙をプレゼントしています。ぜひぜひ稲葉の物置小屋に遊びに来てメッセージ送ってくださいね。それじゃまたねー。